ウィリアム4世、1765年8月21日から1837年6月20日は、イギリス、ハノーバー朝の国王及び、ハノーファー王国の国王である。ジョージ3世と、王妃シャーロットの第三子で、戦王ジョージ4世の弟である。ウィリアム4世、ジョージ3世と、王妃シャーロット・オブ・メクレンバーグ・ストレリッツの三。 なんとして、1765年8月21日の朝にバッキンガムハウスで生まれた。1770年4月5日、失する勲章を授与された。青年時代海軍に勤務していたため、後に船乗り王の愛称で親しまれた。1779年、13歳の時、士官候補生として海軍に入隊、特別扱いされず一般の士官候補生と共に、 訓練を受けたが、王家出身であることを隠して生活、決して弱音を吐かなかったという。1780年のサンビセンテミサキの月光の海戦に、ジョージ・ロドニー提督指揮下の艦隊に参加し、スペイン艦隊撃破を体験。戦後ロドニーと共に、ロンドンに外戦、蘇生が割れたこともあって市民から大歓迎され、父からも喜ばれた。アメリカ独立戦争の時は、 ニューヨークで勤務しており、イギリス歴代君主の中でアメリカ合衆国を訪問した経験のある最初の人物となった。1783年に帰国して時系のヨークオールバに公爵フレデリックと共にドイツ・イタリアへグランドツアーに出かけたが1785年にイギリスへ帰国、主官となり、翌1786年に軍艦ペガサスの艦長になった。 1786年中頃には、ニューファンドランドとハリファックスに差し向けられ、カナダの土を踏んだことのある、最初の君主にもなった。その年の暮れには、ホレーショネルソン提督の旗本西インド諸島で、勤務した。1790年には、海軍少将に進級したが、これは、海から陸へと遠ざけられた、広報勤務であり、いわば敬遠だった。背景には、 王子のウィリアムがいては、海軍命令系統に不都合だからとされる。1789年5月20日、マンスター伯爵とクラレンスイコールセントアンドルーズ、公爵に除された。多数の愛人を囲った兄たちとは異なり、ドロシー・ジョーダンと1811年までの20年余り、夫婦同様に生活し、10人の諸子を設けた。諸子たちには、 自分の公くらいから取ったフィッツクラレンスの性を与えている。1811年にドロシーと別れた後の1818 18年、ザクセンイコールマイ人間行、ゲオルク一世の娘アーデルハイトと結婚した。二人の娘を設けたが、いずれも溶接した。1827年に時系の死去で多い継承者となり、海軍教にも任命されたが、名目上の役職にも関わらず、 職権を行使して、迷惑がられたという。1830年、長慶長寿四世の後を襲って大いにつく。大冠式などどうでもいいと言い出して、側近を慌てさせたが、過敏にしないことと節約を条件に虚構をしぶしぶ受け入れた。派手好きな貴族たちがそんな地味な式など、面白くないと騒ぎ出すと、ウェストミンスター寺院が広々として涼しげではないかと、 全く意に返さなかった。65歳という当時としては、高齢の新国王は、海軍時代に、ロンドン市内を自由に歩き回ったのと同じように、自重もつれずに気軽に市中へ出かける習慣を、止めなかった。幸運にも街角で国王を見つけたロンドン市民は、歓喜のもとに彼を取り巻き、彼もまたそうした者たちと気さくに握手をしたり、語りかけたりして、人気を集めた。 ウィリアム4世の治世において、ホイック党の党首でウィリアム4世の友人でもある、首相のグレー伯爵、チャールズ・グレーのもとで、旧品法の継続、地方政府の民主化、大英帝国内における、自動労働の制限と、奴隷労働の廃止などいくつかの改革がなされたが、そうした中でも腐敗選挙区の廃止、議席の再配分、選挙権の拡大を起ことした1832年の、 イギリス初の選挙制度改革は特に重要なものだった。ウィリアム4世は選挙改革法案を通すグレーハクに協力して貴族院の抵抗を排除すべく新貴族の助赦に同意して法案成立に大きな役割を果たした。これを突破口としてイギリスでは選挙法についウィリアム4世は父や兄ほど政治に干渉することはなかったが グレイハクとトーリー党の党首ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーに、たびたび相談する形で、政局運営に当たった。1834年7月、グレイハクの推挙で、メルバーン施爵、ウィリアム・ラムを首相に任命したが、庶民員指導者に急進派のジョン・ラッセルを就任させようとする、メルバーン施爵と対立、11月に、議会の意思に反して、 メルバーン施策を更迭し、ウェリントン鉱山帝政権を経て12月に彼が推挙したロバート・ピールを首相に任命した。これが英国政治史上議会の意思に反して国王が首相を任命した最後の例となった。ただし1835年1月にピールの保守党が総選挙で野党連合に敗れ、4月に度重なる法案提出阻止で、 内閣総辞職に追い込まれたため、グレイ博の助言もあり、メルバーン社区の再任を余儀なくされている。一連の出来事は、後継主犯の選定が国王と政党指導者の相談で決められ、内閣総辞職も慣例化していく経過をたどり、国王体験の弱体化と相対的に議会や内閣の権限強化が見られ、議会内の政党政治も定着していきに、 大政党制へと行き着くことになる。二人の娘に先立たれた、ウィリアム四世の多い継承者は、名のビクトリアが選ばれ、妻ともども、ビクトリアを我が子同然に可愛がっていたが、ドイツ人の母親で、弟のケント公、エドワード・オーガスタスの未亡人ビクトリアには、不信感を抱いていた。この疑惑が娘に干渉してくる姿勢に眉をしかめ、ケント公妃が、実家から、娘の結婚相手に、 王子たちを迎えたことにも苛立ち、ケントコーヒーが将来の王坊として接生になることに強い抵抗を示していた。1836年8月21日に71歳の誕生日を記念して、ウィンザー城で開かれた演説で、ケントコーヒーへの怒りが爆発、ビクトリアが18歳で成人を迎え接生を置く、必要がなくなるまでの9ヶ月生きることを熱望し、ケントコーヒーを 公衆の面前で出席する当時を述べた。それから10ヶ月後の1837年6月20日に観光編で死去した。ウィリアム4世の目論み通りビクトリアは死去1ヶ月前の5月24日に18歳の誕生日を迎え、ケントコーヒーの接衝就任はなくなった。他方でこの年4月に、障害の長女ソフィアに先立たれ、大きな精神的ショックを受けたという。 イギリス王位は、メイ・ビクトリアが、ハノーファー王位は、弟のエルンスト・アウグストがそれぞれ継いだ。1837年の1月、諸子の中で最も可愛がっていた長女ソフィアが描いた、父ウィリアム4世。4月10日、ソフィアは41歳で、三熟死する。1819年3月21日、アデレードとの間に、シャーロットが生まれたが同日に、死去。 1820年12月10日にエリザベスが生まれたが1821年3月4日に死去した。諸子としてドロシー・ジョーダンとの間に10人の子を設けた。子供たちの名前は次男ヘンリー以外は自身の兄弟姉妹にちなんで名付けられた。ありがとうございます。